にちは、孝太郎です。今日はですね、あれっていうほど歌が歌いやすくなるアイテムについてご紹介いたします。これはですね、メルマガの読者さんからいただいた情報なんですけれども、私もちょっと試してみて、これいいじゃんっていうふうに思ったんですね。それでご紹介したいと思います。何かというとですね、これです。これ子供のおもちゃなんですよね。赤ちゃんですかね。お手手にぴったり小鳥笛っていうですね、おもちゃです。これ吹くとですね、音が鳴るんですよね。吸っても音鳴るんです。吸っても吹いても音鳴るんですよね。でこれでですね、なんか一曲吹くんですよ。これがですね、しかもですね、子供のおもちゃだと思ってバカにしてるとですね、ちょっと違うんですね。これでちょっとキラキラ星吹くんですけど、このぐらいか、もうこのぐらいのこう低い音だったら全然楽勝なんですけど、こう割れちゃいますね。なかなか難しいですね。っていう感じで弾くんですけど、これですね、結構辛いんですね。音程高くするのに結構ね、息をたくさんじゃないな、お腹を結構使うんですよね。腹圧をかけるっていうか、要は、風船をなんかちっちゃい水風船ありますよね。水風船をプーって膨らます時ってちょっとこう硬いじゃないですか。プーって膨らますまですごいふんみたいな感じになりますよね。なんか力む感じ、力むっていうのかな、息をたくさん強く吐こうみたいな感じになりますよね。でこれがそんな感じなんですよね。でこれが面白いのは、その腹圧がすごいかかるんですよ。お腹になんですかね、こう横隔膜とその骨盤底筋とかその腹斜筋とかですね、そういうのがこうなんですかね、上と下からこう内臓をですねサンドイッチするんですね。ぐーってこう、この時にそのいわゆる丹田とかと言われてる部分だとか、要はお腹に力がぐっと入るんですよね。その体幹ですよね。体幹の部分、体の芯の部分ですよね。でここがですね、活性化するとですね、めちゃめちゃいいわけですね。でそれ、なんでいいのかっていうのもいろいろあるんですけども、一つはその喉仏がちゃんと下がるんですよ、そーんって。で体幹に力が入るとこうなんかね、この辺逆に楽になるってことあるんですよね。喉とか肩とかで、これがいいのがですね、その腹圧がめちゃめちゃかかるんですよ。抵抗がかかるんで。でもう一個、ブレスコントロールの練習にめちゃめちゃなるってことなんですね。これ音をキープするのに結構難しいんですよ。同じ圧力の息の強さをね、維持しなきゃいけないんですよね。例えばみたいな感じでキープするの意外に難しいんですよ。っていうふうにキープするの意外に難しいんですね。でともするととか言って揺れちゃうんですね、音がね。だからキープするの意外に難しいんですよ。だからその腹式呼吸のメリットの一つである均等な息を均等に流し続けるっていうメリットがあるんですよね。胸式呼吸だとそれちょっとやりにくいんですけど、腹式呼吸だとやりやすいんですよね、それがね。でそれがメリットの一つなんですが、これがですね、すごいいい練習になるんですね。声だとですね、意外に難しいんですね。声だとなんで難しいかっていうと、声だと声帯がくっついてますよね。声帯、喉仏の中にある声の原音を作っている声帯ですよね。で声帯はまた筋肉なので、それはちょっとまた調節しなきゃいけないじゃないですか。自分でこう閉じ方とか閉じる力とかですね、音の高さとか、まあ、いろいろ調節しなきゃいけないんですよね。そうするとそっちにもリソースが割かれるので、意外にちょっと難しいんですよね。その点これはですね、ずっと同じなんですよ。全然変わらないです。もうものですからね、重いとかでこう形変わらないですよ。だからいいんですね。こっちは息を流す強さとかコントロールだけを考えてればいいので、すごく楽なんですよね。でこれですね、吐くだけじゃなくて吸う方もできるんですよね。で難しいんですよ、吸う方は。吸う方はいい、結構難しいですこれ。吸う方で音をちゃんとダー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 とかやるの意外に難しいんですよね。でこれちゃんとできる、まあちょっと練習すればできるんですけど、これができるようになってくると、要は横隔膜の動き方とか腹斜筋の使い方とか、いわゆる呼吸筋ですよね。呼吸筋の使い方とか、そういうもののそのコントロールの練習にもなるんですよね。これやばいです。面白いですこれ。というわけでですね、でこれをやるとですね、息をねめっちゃ吐いたり吸ったりとかするわけですよね。そうするとこの今もうやってるだけでですね、すごいこう声出しやすくなってるんですね。呼吸、吐いたり吸ったりをもう強制的にいっぱいやらなきゃいけなくなるので、すごく呼吸が活性化します。だからいいんですよ。でしかもそのいわゆるなんですかね、なんか服だけの健康器具みたいなのありますよね。なんかロングブレスなんとかみたいなやつでふーみたいな吐くやつありますよね。あれいいんですよ。あれはすごくいいんですけども、あれはコントロールには向かないんですよ。パワーをブワー出すにはいいんですよ、確かに。だけどこれだとあれだと一定の息が出し続けられるかとかですね、歌に直結するような練習法じゃないんですよね、あれはね。ただこうパワーだけブワー出すみたいな、それで思いっきりやっとけみたいな感じなんですよね。だけどこれだと音がブレるじゃないですか。こう音がふわーんとかってなったりとかするので、その均等に出せているかどうかっていうのがめちゃめちゃ分かるわけですよね。そうするとですね、だから音で聞いて分かるんで、すごく明瞭というか、指標が作りやすいんですよね。練習して、あ、これできてんなとかできてないなとかですね、そういうのが分かるわけですよね。なので、非常におすすめです、これ。で、これの息の流れとかを、今度はですね、その声につなげていくっていうのももちろんあるので、それはまた別の練習ですよね。これは、ここにセットされているのが要は声帯ってことです。声帯。こう2枚のこう、中はちゃんと見えないんですけど、リードみたいなのが入っててですね、そいつがブルブルと震えるわけですよね。リードが入ってて、そこに息を流すとこうブル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 と震えるんですけど、こいつはですね、要は声帯なわけですよね。声帯と一緒の動きをしているわけですね。で、この形ですよね。形がいわゆるこう共鳴腔ってやつで、喉とか口の中とか、副鼻腔とか、そういうところの共鳴空間を、はこれで作ってる。で、その息の強さの音を変えてるんですよね。というわけで、いい練習なわけですよね。なんですかね、呼吸、ブレスコントロールをするのに、しかも体験、ブレスコントロールの練習と、それができているかどうかっていうのが、非常によくわかる練習器具なんですね、これね。子供のおもちゃだと思ったら、全然違ったっていう、そういう使い方もあるっていう感じなんですね。というわけで、今日はですね、このお手手にぴったり小鳥笛を使って、呼吸、歌がめちゃめちゃ歌いやすくなるし、かつブレスコントロールの、すごいいい練習法になる、非常にいい道具のアイテムのご紹介いたしました。というわけで今日もお聴きくださいありがとうございました。